2004年7月、アラスカ州フォートグリーリー基地にて、再度に装填中のGBIは、アメリカ合衆国のミサイル防衛に用いられる弾道弾迎撃ミサイルである。迎撃対象として想定される大陸間弾道ミサイルの飛翔経路は加速しつつ上昇するブースト段階、完成で大気圏外を飛行するミッドコース段階、大気圏に再突入して目標に向けて落下するターミナル段階よりなり、アメリカのミサイル防衛計画においては、それぞれの段階に対応する迎撃手段が、ミサイル防衛庁の統括のもとに開発されている。ミッドコース段階の迎撃システムはさらに地上配備の GMD と海上配備の SMD に大別され、前者に用いられる迎撃ミサイルが本項のGBIである。少数の大陸間弾道ミサイルによるアメリカ合衆国本土への攻撃を想定して、その迎撃能力の保有を目指す。本土ミサイル防衛計画の一環として構想され、クリントン政権下の1996年より開発が始められた。続くブッシュ政権によって本土、戦域の区別を一本化されたミサイル防衛へ引き継がれる。ICBM のミッドコース段階は、その飛翔経路の大部分を占めるため、迎撃側の対応時間が比較的長く得られるが、迎撃用のミサイルには長射程かつ大気圏外での迎撃能力が要求される。また、迎撃対象の探知と迎撃ミサイルの誘導管制についてもカバーすべき領域が広大なため、複数の長距離レーダーと宇宙配備センサーをネットワークで結び連携させる必要がある。実際の迎撃手順は、早期警戒衛星で敵対国からの ICBM 発射を探知した後、大遠距離の探知が可能な海上配備、X バンドレーダーや、機能向上型早期警戒レーダーで、標的 ICBM のコースを追尾し、得られた弾道情報を総合して、戦闘管理及び指揮、統制、通信センターが迎撃を判断し、GBIを発射。宇宙追尾、監視システムと称される、低軌道の赤外線センサー衛星や、X バンドレーダーからの情報をもとに、GBIへ最新の目標指示データを渡しつつ迎撃コースに乗せる。大気圏外に運ばれた重量 70kg の迎撃体 EKF はブースターから切り離され冷却された赤外望遠イメージセンサーで標的である ICBM の再突入体を捉えて実弾頭とおとりの識別を行い4つのスラスターで自身の軌道を修正しつつ直撃する。迎撃体は策略を積まない運動エネルギー兵器であり、秒速 7km 以上の高速で衝突する際に、生じる衝撃と熱で大量破壊兵器と目される ICBM の弾頭を無力化する。飛行テストは1997年に開始され、1999年10月2日に初の迎撃試験に成功した。当初は EKF の開発が先行し、2002年までのテストは、退役した ICBM を代替のブースターとして流用することで行われた。その後は、各種レーダーとの連携や、専用ブースターとの統合テストなどを全身的に行い、2008年末の時点で14回中8回の迎撃テストに成功している。開発製造の主契約企業は、ボーイングであり、迎撃体 EKF 及び地上配備レーダー GBR を冷静音、戦闘管理及び指揮、統制、通信センターをノースロップ・グラマンがそれぞれ担当している。ブースターは当初担当していたロッキード・マーティンの開発に遅れが生じたため、オービタル・サイエンシズに変更された。2017年5月30日、北朝鮮のミサイル開発の進展を受けて迎撃実験を行い、ICBM を想定した標的に対する迎撃に初めて成功した。標的のミサイルはマーシャル諸島の実験場から発射され、カリフォルニア州の基地から発射されたGBIで迎撃した。ミサイル防衛に使われる他の迎撃ミサイルが車載あるいは艦載の可搬プラットフォームで運用されるのに対し、大型の迎撃ミサイルであるGBIは地下のミサイルサイロに固定配備される。アラスカ州のフォートグリーリー基地及びカリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地に配備が開始されており、オバマ政権においては、合計30機を配備する方針が示されている。ジョージ W ブッシュ政権による東欧ミサイル防衛構想において、ブーストステージを2段に減らしたグビーの派生系をポーランドへ配備することが検討されていたが、それに反発するロシアの間で外交上の課題になっていた。その後、オバマ政権はイランの ICBM の脅威は低いと判断し、スタンダードミサイル SM-3 を用いたイージス・アショアの配備へ計画を変更した。ありがとうございます。